弱気になるな、シャク。
将軍、大妃、私の体を三つに分散させるわ。元に戻される前に奴を撃って。 捨て身の分身がこ。
しろよ。止められなければ。くっ、ダメだ。あれだけ攻撃を加えたはずなのに、まるで効いていない。もはや打つではない。そして時は満ちた。かつて神が恐れ神と戦った私に抗う愚かな人間どもよ。人間とはこれほどの気力しか持たぬか。その程度では私を止められぬ。良い肩慣らしだったが、ここまでだ。その寮の眼に私の復活をしかと焼き付けて死ぬがいい。何をするつもりだ。私の過ちのために多くの人々の志を無駄にするわけにはいかない。世界ごと私と道連れに。一体無の世界。全てが生み出される前の世界よ。何をするつもりだ。死を打つことは誰にもできない。ならば死をごと消すしか方法はない。死ゆを取り込んだ私が消えれば、死ゆの存在しない世界になる。そんなことをしたら、人々の運命は私が今のまま作り直す。だけどもう誰も私のことを覚えていないでしょう。これが私の志。あなたたちの多くの人々の志を守りたいから。あなたたちには本当に感謝してる。ありがとう。さようなら。待て。
シャーク。一体何があったのか。劉将を破り、劉備殿が益州を得たところまでは覚えているが、俺もなんかとてつもないことが起きていた気がするんだが。とても強い意志を持った人が俺たちを助けてくれた。それは覚えてる。ああ、心の中にしっかりと残っている。この世界に過去はない。なぜなら私が作り上げたものだから。歴史は、戦争は、英雄はあったと錯覚しているもの。この世界に未来はない。なぜなら訪れていないものだから。恐怖は、幸福は、希望はあるはずだと錯覚しているもの。存在するのは今だけ。過去も未来も世界にはない。それらを作り上げるのはあなたたちの志。志に従って強く思い動くことで過去や未来は変わりゆく。時代のうねりを今に紡ぎ、世界を築くのは人の志次第。それを忘れないで。